やっほー、こんにちは。今日はこういうデザインをしていこうと思うんですけど、今回そのラウタ氏のテーマに合ったようなちょっと和紙っぽいにじみを作っていきます。はい。ネイルズインクのベースコート、スーパーフードのケールが入ってて、中に入ってるケラチンが爪を強化して保湿をしてくれる。マニキュアは今回雪をテーマにしてるらしいんですけど、レースっぽい感じの質感になって、甘くなりすぎずにすごいおすすめ。このテーマが自分らしくっていう意味合いがあるらしいので、今回のデザインとかにもぴったりだと思います。ラップを使ったりアルミホイルを使ったりとかして、ちょっと家にあるものでデザインしていくっていうのを提案してたりしてたんですけど、なんかラウタ氏でやるんだったら、なんか他になんかないのっていうところからそう、他でやってないやつをって言って、このにじみはやっぱりこの手法じゃないと出せない。ラウタ氏でもね、今次のコレクション作ってるんだけど、墨絵のようなさ、にじみが私すごい好きで、静木描いてる方にね、クラゲを今発注してる。だからクラゲの本があったのね。そうそう。出会いを振り返ってみましょうか。結構前だよね、ネイルシールの付録をつけてた時があって、でネイリストさん誰がいいって担当の編集さんに聞かれて、水原希子ちゃんの猫のネイルアートを描いてもらってたのを見て覚えてて、でそれがすごい可愛かったから希子に聞いたんだよね最初。そうそうだね、モジョネイルらしさ、考える力がやっぱ大事だと思ってて、今すごい SNS でこうデザインがありふれてるというか、真似しようと思えばいくらでも真似ができるじゃない。おしゃれに見せることができても、その先こう自分のものにしていかないと多分お客さんってついていかないと思うから、自分の中でやりながらこう自分の気持ちいいって思うバランスを見つけていったり、好きって思うものをどんどん増やしていった感じかな。そうすることでネイルを楽しむ力というか、そういうのが出てくる。こんな感じに聞きました。どうですか先生、すごい可愛い感じ。またやりたくなっちゃうねこれ。こうオンラインでもこうつながれるのがすごい楽しい。また第2弾次のやつを考えようね、はい、バイバーイ。バイバーイ。